男のロマンよねー。ほこりかぶりすぎて申し訳ない。どんだけ部屋の隅っこにあったんだっていう。一人でやる。久しぶりに。ほこりが舞ってるからね、この。ベレーブレード一人でやるってのはシュールだな。俺のラグナロクドラゴン。おお、懐かしい。名前絶対合ってない。俺の買い出しボス。おお。勝手に名前つけました。おお、なんかこの感じいいな。やばい。もう半年前ぐらいにもう飽きてたけどね、あなた。俺飽きますよ、同じもん何回もやってたら。もう散々買ってたのに。散々買ってたね。うん、10代ぐらいやったらどうなるのかっていう。ああ、やりたい。検証してみよう。速攻頑張って取り付けるしかないって。うん。もうそこら辺はもう職人芸で頑張ってくれ。職人行くぜ。よし、いいぞいいぞ。やった。ああ、やばい。巻き返せる巻き返せる。負けするぞ。よし、やり直し、やり直し、はい、スイッツ、ワン、よし、よし、いけ、急げ、急げ、急げ、うわー、ブラッシュ、クラッシュ、ブラッシュ、ほら、いけ、押し飛ばせー、うわー、この音よ、うわー、お前、暴れるな、怖いだろ、クラッシュしたな、見た目はこれがナンバーワン。この赤いやつちょっと名前つけてください。じゃあ今これスピリチュアルファイヤーフレーミングローリングスパイダー。長えな、長えよ。フレーミングってでもこれが一番強いのよね、俺の相棒。おお、何ですか。ギガネティックサイバーワイバードロン。なんか全部遊戯王っぽいんだよな。じゃあ僕はこのイエローブラックサンダードラゴンで。イエーイ、はい、いけ。わあ、死んだブラック黄色のやつ。両方死んでもうたわ。